この春新たに就任した県の知事公室長と近畿運輸局の奈良運輸支局長がきょう奈良テレビ放送を訪れ抱負を語りました今月1日付で県の知事公室長に就任した吉井昭彦さんは1988年に入庁し知事公室次長などを歴任してきました吉井さんは奈良新都づくり戦略の実現に向けて 町内の横の横連携を強化しし、たいと話し中でもリニア中央新幹線奈良市付近駅の関連事業に重点的に取り組みたいと意欲を示しました近畿運輸局奈良運輸支局長に今月就任した沢井正さんはバスやトラックタクシーといった社会インフラを支える業界が長引くコロナ禍で疲弊していると指摘 感染状況が改善し人の流れが戻ればと期待を示しましたその上で運輸や交通を管轄する立場として働く人々が笑顔を取り戻せるよう支えたいと意気込みを語りました